どうも、翔平です。今回はね、本当に多くの方々から、毎週毎週、マインクラフトをやってくださいとコメントの方にね、いただいてたんで、撮っていきたいと思うんですけれども、大変遅くなってしまって申し訳ないです。何を作ろうかね、構想があって、それをちょくちょくね、時間を見つけては考えては、クリエイティブモードでいろいろやっていたんですけれども、考えながらね、どれぐらいの規模になるのか、どれぐらいのアイテムが必要なのか、どういう形にするのか、どういうシステムにするのかっていうのを考えるのが楽しいところなんですけれども、それにはまとまった時間が必要でしてね、なかなか時間が取れずに遅くなっちゃいました。まあ横にあるようなものをちょっと作って頑張ってたんですけども、先月かな、アップデートが入って、いろいろ新しいものが追加されたんで、それをうまく使ってね、できないかということを検討を続けておりました。今回形になったので、クリエイティブモードで今回、パート1ということで、ちょっと短い動画になるかもしれませんけれども、実際の世界で何を作るのか、どういうシステムなのか、ということを簡単にご説明をして、時間が余ったら作り方を簡単につけようかなというふうに思っておりますけれども、他にもね、まあいろいろホッパーっていうね、アイテムが追加されるんじゃないかというふうに噂されてたんで、全自動スイカ収穫機みたいなものもね、考えていたんですけれども、残念ながらホッパーはね、まだ追加されなかったので、まあお蔵入りというふうになるんですけども、もし PC 版で遊んでる方がね、いらっしゃいましたら、ぜひともね、チャレンジしてみていただければなと思います。簡単に説明しておくと、これまた今回の動画と趣旨が違うんですけれども、私が考えたのは、下にホッパーを入れてですね、まあ、ここの、なんていうのかな、今スイカ鳴ってますね、ここに。で、ここに5個スイカが並んだ時のみ、電流っていうか、そのパワーが送られて、右から左へね、スイカブロックも、パワーを伝える能力がありますので、全部揃った時のみ、はい、全部揃った時のみ、ここにね、並んだ時のみ、右から左へパワーを送られて、一周ね、ずっと戻ってきて、全部のシステムを再起動するという形になります。今なぜかそこが、植えられてないですけれども、申し訳ない。ちょっとデモンストレーションで一回植えてみるとですね、こうやって1個鳴ると右側から、ここからね、ここを支点ですね。で、パワーが送られて、います。で、今このピストンがここに伸びているんで、下までパワーが送られて、ここに2つ目、3つ目、で4つ目、で5つ目っていう重なると全部パワーが送られて、今のここにあるね、トーチがオフになって、上のトーチがオンになります。そうするとパワーが上の段につながっていって、このピストンが下にね、このガラスの、ブロックを下に押すことによってスイカが潰されて、でその後ここにある回路でね、最後にこっちの回路につながって、下にスイカの下にある土のブロックを引っこ抜いてですね、下に収穫するというものなので、植えたある一定以上のスイカが植えられた時のみ作動するということなので、一応全自動化が可能なんですけれども、回収システムとして、ホッパーが、必ず必要になってくると思います。ただね、追加されなかったのでできなかったんですけども、デモンストレーションすると、まあこんな感じですね。で、このシステムの欠点はですね、こうやって取り残しができてしまうので、 100% の回収率はちょっと維持できないんですけども、まあスイカはね、バンバン鳴るんで、こうやっていって鳴った時のみどんどん回収するという形。今はこれ音符ブロック使ってますけれども、別に使わなくても全然 OK です。ここでね、止めていただいて、作ってみたいって方はね、すぐできると思います。ここに意味のないブロックがいくつか置いてありますけれども、まあそうですね、音符ブロックの代わりに何でもいいです。普通のブロックを置いていただいて、電流がつながるように、一周するようにしていただければ簡単にできると思いますんで、はい、特にね、リピーターの数とかは別に置くだけで OK なので、はい、もしチャレンジしてみたい方がいらっしゃいましたら、ぜひやってみてください。ここに1個バージョンがありますけれども、最初ここでちょっと遊んでたんですけど、あ、なんか全自動化できるじゃんと思ってね、いろいろ遊んでました。村人が遊びに来てますけれども、ここに1個植えた時にのみ作動するということですね。こうやっていって。で、収穫物は全部下に落とされる形なんですけれども、必ずね、必ずではないですけれども、ある一定以上の確率でね、
取り残しが発生してしまうというのが残念なポイントですけれども、トロッコみたいなものを使えば多分できるんじゃないかな。全自動化も回収率 100% もね、可能だとは思いますけれども、今回あえてこういう形にしてみました。で、ここで一回切りますけれども、今回作るものというのはね、村人に関することなんですよね。アップデート、がで追加された一つとしてですね、村人と交易ができるようになったということなので、村人の、ね、交易センターみたいなものを作ろうかなと思います。村人の中にはね、非常にお得なね、紙を持っていけば何かとくれるとか、高いものをくれるとか、そういういい人と、なんかぼったくりがいるんですよね、たまに。ぼったくってくる人、ダイヤモンドと1個とパン引き換えるよみたいな。でそういう人とは取引したくないので、そういう人たち、いらない人たちには売買してもらって、本当にね、交易した人をキープするというシステムを作ろうかなと思って、いろいろ試行錯誤を続けてました。で、一応向こうのね、クリエイティブじゃない本当の方に、スポーナー、村人をね、永遠にスポーンさせ続けるスポーンっていうのかな、まあ繁殖システムがあったんですけども、ちっぽけなやつね。今回それも、ちゃんとしっかりしたものにしようかなと思っていろいろ考えてました。これ最初に作ったやつなんですけども、ドアがいっぱいめちゃくちゃ下に置いてありますが、こんなに置かなくていいんじゃないかな、多分。うん。私もあんまり勉強してなくてですね、村人については。いまいちよく分かってないですけれども、ここにあるものを使うと、まあ一応今子供がいっぱいいますけれども、どんどん生まれて、大人になった時のみ上に連れて行かれるというシステムが可能なんですが、実際に使ったスポーンはね、ちょっと違って、もっとシンプルな、めっちゃシンプルな、ここにあるものがそうなんですけれども、下にドア設置してあって、ここにね、村人を2匹、まあ5匹ぐらい入れといてですね、1,2,3,4,5匹ぐらい入れといて、このね、5×5 で作ったんですけれども、本当なら 4×4 でもいいんじゃないかなとは思います。中心部分に水が流れるようになってて、まあ、ここで繁殖してもらうわけですよ、ね、で子供をね、なんていうのかな、その交易すること、子供とはね、交易することができないので、大人のみ必要なので、大人と子供を選別するシステムを作りたかったんですが、まあ、今回はシンプルなもので、やってます。ここに村人が増えてくると、左右にね、水路が設けられています。ここに2つね、4つつけようかなと思ったんですけど、まあこれでもいいかなっていう感じで、2つにしました。でここにね、繁殖を繰り返して大人の村人が増えていくとですね、こうやっていって押し合いへし合い真ん中でやってもらってるわけなんですけれども、ある一定以上たまると、左右の水路にね、吸い込まれる村人が出てきます。今まだもうちょっと必要かな。 5×5 だとちょっと大きすぎなんで、本当だったら 4×4 で作ろうかなと思いますが、ある一定以上の村人がこうやって、増えていくとですね、左右の水路に頭をぶつけて水にね、当てた瞬間に上の方に吸い込まれていくと。で子供は 1×1 ね、1マスの高さしかないので、水に触れることすらできないのでね、これで選別ができるんじゃないかなと思って、こういうシステムにしました。一応すごいシンプルです。村人が溜まった時のみ、世界の村人の数を再現させました。あっちに子供がいっぱいいますもんね。で、上に吸い上げられた人たちはここに待機場としてね、ここに待機していただくんですけども、ある一定以上増えた時のみ、上に連れてこられるという形なので、まあ管理はそんなに難しくないかなと思っていましたけど、これももうちょっと改良できるかもしれません。さて、はい、次にね、ここが交易センターの内部になっております。ちょっと夜になっちゃったんで一回切り替えました。今回の、目的として、交易をねする村人を、交易したい村人をキープして、交易したくないぼったくり屋を、廃棄処分にするというのが今回のシステムの目的なので、今 1×1 マスのところに取られた村人が、全部で、11人いるのかな、434といます。でその下にボタンがつけられていて、その上に額縁がつけられています。例えばですね、この村人がぼったくり屋と判明したら、このボタンを押すと、村人が今突っ立ってるブロックの、ね、ところが開いて、この村人は下に売買されていきます。
残念ながらね、村人 XBOX バージョンだと大量の村人を買うことはできないので、廃棄処分と、殺処分とさせていただきますけれども、それちょっとなんて残酷なんだって言われそうですけどあの下に水路が設けられていて、ボタンを押すとね、村人が下に落とされて、ずっとドンブロゴッコドンブロゴッコ流されて、こちらの方で、殺処分となります。大変申し訳ないけど残酷なシステムでございますけれども、しょうがないでございます。ということでですね、このボタンを押すとまず、ここにいる古い村人が、処分されます。下に落とされるということですね。で、裏側に回ってお見せいたしますけれども、パワーがね、裏側につながっていて、こちらの方のね、裏側の方につながっていて、まず、こっちのブロックに、パワーが送られて、ここの一番下のところにピストンでね、溜まっているマインカートを吐き出すシステムにまずパワーが送られます。で、そうするとですね、このピストンからピストンがね、弾き出して、マインカートを弾き出してからのマインカートがドンブロゴッコドンブロゴッコ上に行きます。で、そうするとですね、ここで溜まっている村人を一匹だけ拾い上げて、さらに上に行ってですね、ここの上まで来ましたら、ここのサボテンに当たって、サボテンに当たるとですね、マインカートってアイテム化されるんですよ。ってことはですね、乗っていた村人だけ下に落ちて、マインカートは、まあ、消失するか、サボテンに当たってね、消失するか、そのまま下に落とされて、再利用可能になるんですけど、それはちょっと確率の問題なんで、必ず回収できるかどうかわからないっていうところがネックですね。さっきのところ、下に運よく下に落ちてくるとここで回収が可能ですけれども、サボテンに当たってなくなってしまう場合もあるので、そこがちょっとネックなんですけれども、でもこれ以外の方法をちょっと、まあ、コメント欄にね、1匹ずつ拾い上げる機構アイデアがありましたら、お知らせいただきたいですけれども、私の知恵を絞った結果、これで1匹ずつね、連れてくるということに落ち着きました。で、ここまで連れてこられた、ね、村人はこのここがね、上がね、水路になってるんですよ、こういう風に。で、ここに旅立った村人はね、ドンブラゴッコ、ドンブラゴッコ流れてきて、下のボタンを押した時に、ここにね、フェンスゲートがありますよね。で、今、白いブロックが下にあると思うんですけど、下のボタンを押すと、フェンスゲートが出されて、今ね、水が流れてるところをせき止めるブロックとしてね、フェンスゲートが吐き出されて、その代わりに今下にある白いブロックが引っ込んで穴ができます。ってことはここで水が切れるので、ドンブラゴッコドンブラゴッコ流されてきた村人はここでピタッと止まることになります。ただ下のブロックがないので下に落とされるということなんですけれども、で、落とされる間にですね、この裏側から見ないとわからないですけれども、ここにね、トリップワイヤーフックを設けてあります。で、落ちてきた村人がフックに引っかかってですね、で、パワーがこっち側につなげられて、この上半分のピストンのシステムを、再起動すると、リセットしてね、また水路が出現するという、簡単な単純サイクルにしてます。さて、それではですね、実際にどう起動するのか、見ていきたいと思います。このボタンを押すと、さっきお伝えした通り、下のね、村人が立ってるブロックが引っこ抜かれて、新しい村人 が出てくるためにね、古い船人が下に落ちて処分されるということになります。実際に押してみます。押してみると、下に村人が落ちていってね、こうやって1個連れてきて下に落とされます。上が水路になっているため、こういう風にね、また村人が連れてこられて、今もがいてますけど君は入るんだよってで、またあのトリップワイヤーフックに当たったあの村人はね、トリップワイヤーフックで再起動、上のシステムを再起動してまた元に戻るということになっております。ということでですね、見ていただいた通り、これもうちょっとね、実際作るときは3人3人3人って言って、まあ、9人でいいかなと、今434で置いてますけど、まあ333でいいかなっていう風な感じです。もちろんね、これ同じ機構を横に連ねてるんで、もしかしたらこれずっと横に連ねて、なんか自販機がね、横に並んでるようにするかもしれませんし、ただね、ちょっと家にしたいね、そのホールみたいにしたかったので、今回はこの字型にしましたけど、もしご希望ならばこれ横に連ねるだけで、なんか上にルーフみたいなね、屋根を簡単にしてるっていうのもありかなと思います。
で、ここになんかライトつけてますが、これライトじゃなくても結構です。まあ、モンスターを置かないようにするっていうだけのものなんですけど、本当はね、ここに屋根を設置して、まあ一つの建物としてね、作る、まあシステムとしては単純なんですけれども、今回時間がちょっと余るので、この部分をね1個切り出したものをあちらの方でご説明しようかなと考えております。そちらの方を見ていただければね、次回パートが分かりやすくなりますんで、最後までお付き合いいただけたらと思います。ということでね、次回は実際の世界でこちらの機構をうまく作っていくっていうことになりますので、よろしくお願いいたします。長々と最後までありがとうございます。今回の動画単純で申し訳ないですけれども、お久しぶりのマインクラフト動画となりました。では、さて、こちら巻末特典としていたしましてね、動画の中でご紹介したこちらの村人交易システムの基本的なところ、1個切り出したところ、実際こちらに作っていってみたいと思います。こちらの方を見ていただくとですね、次のパートで、実際作ってるところで何を今してるのかなっていうのがちょっとご理解いただけるかなと思いましたので、実際作ってみたい方はこちらの動画参考にしていただいて、適度に止めていただいてね、ゆっくり作ってみてください。ベッドはもういらないですね。はい、ということでですね、こちらの濃い緑色のブロックのところに、ボタンが設置してあります。このブロックを基本にか、基準にしてね、考えていただいて、9×5 のところ、はい、黒く囲んであるところが今回の、バトルフィールドとなります。2つ、掘り下げていただいて、この黄緑色、なんていうのかな、薄い蛍光の緑色のところに村人が常に立っていると思ってください。で、ボタンを押すと、ピストンが作動してね、この蛍光色のね、緑色のブロックが引っこ抜かれると。で、空いたスペース、まあ、下が落とし穴になっていて、この今、ベッドロックが見えているところに落ちて、吸い込まれて、どっかにドンブラコックを流されるということになります。ってことはですね、この黄緑、最初はね、この蛍光色の緑色の部分のブロックを引っこ抜くというピストンまでね、パワーをつなげていきたいと思います。この、濃い緑色のブロックの下、1個開けておいていただいて、ここにパウダー設置してください。で、そこから伸びるように、ここにレッドストーントーチ。で、ここからパワー伸ばしていきます。こんな感じで、パワーを伸ばした先にブロック。で、階段状に設置して、ブロック設置していただいて、この下に、よいしょ。レッドストーンパウダーを、レッドストーントーチを置いてください。いいですか？ここまで。で、階段状に伸ばしたところの上の部分にレッドストーントーチ。はい。そしたらですね、スティッキーピストン、粘着ピストン出していただいて、一番上に置いていただいたトーチの横にスティッキーピストンをどしっと置いてください。そうするとですね、村人が立っているところを、開ける機構がこれでもう終わりました。はい。で、そしたらですね、この、動力から今度は上の方につなげていていただいてですね、まあ上の水路のところの落とし穴をまでパワーをつなげていきます。今度またブロックの色変えて、なるべくわかりやすく、していきたいと思います。ここに1個伸ばしていただいてですね、そしたら今度は階段状に、5個、よいしょ。こんな感じで、1、2、3、4、5個。連ねてあげてください。ここまで大丈夫ですかね。はい。5個つなげたらですね、ここのレッドストーントーチから、パワーを頂戴して、こっちのブロックにつなげていきます。つなげたら、ここにトーチ。で、ここにリピーター。向き気をつけてください。向こう向きです。いいですか？で、ここにレッドストーンパウダーを設置してあげてください。大丈夫ですかね。パウダー、トーチ、リピーター、パウダーとなっております。で、最後のブロックの上には何も置かなくて結構です。この横にはね、レッドストーントーチを設置していただいて、ここからまたさらにエクステンション2つ伸ばしてあげてください。大丈夫ですか？ここまで。大丈夫ですか？はい。で、そしたらですね、このレッドストーントーチのブロックの上にレッドストーンパウダーを置いていただいて、パウダーの横に2個粘着ピストンを連ねてあげてください。こんな感じです。今、これでですね、下のところからずっとパワーがつながって、この1個、1個下のね、一番下の、粘着ピストンまでパワーが来ました。今度はこの機構から、このところからね、上の粘着ピストンにパワーをつなげるように、システムを作っていきたいと思います。今度また、ブロックの色を変えて白でやっていきます。ここに置いていただいた、パウダーの横にブロックを
1,2,3 個置いてください。で真ん中削ります。いいですか。で、この上の粘着ピストンの横にハーフブロック、材質は何でもいいです。今クォーツ使ってますけども何でも結構です。ハーフブロックを置いていただいて、今度はねここにトーチ、ここにパウダー置いていただいて、これでここからパウダーから、パワーがね1個上までつながりましたんで、ちょっとボタンを押して動作チェック。ボタンを押すと、はい、上のピストンが、押し出されて下のピストンが引っ込むということになりました。はい、無事動くことを確認したらですね、下のブロック、下の粘着ピストンの横にブロックで、その置いていただいたブロックの上にフェンスゲートを設置してあげてください。こんな感じですね。で開けておいてください。でもう一回動作チェック。はい、で今ね開いていたところが閉まってしまいましたよね。でこれ方角かなんかは分からないんですけれども、開いていたものがね勝手に閉まってしまうという現象がたまに起こります。なのでここにね、1個こういう風に伸ばしていただいて、レバーをですねここに常にオンにした状態で設置しておいてください。そうするとねもし万が一閉まってしまってもここがオンに、パワーがオンになっているので、ちゃんとオープンになりっぱなしになります。大丈夫ですか、これで。はい、これで入れ替わるってところまで終わりました。でこの上の部分はね何かというとですね水路になっています。よいしょ、こんな感じですね。よいしょ、ここは、分かりやすくしますとですねこういう風に水が流れております。向こう側からどんぶろごっこどんぶろごっこと村人が流されていって、ボタンが押したと同時にそうですね村人が流れ出してきて、ここに穴に落ちるということなんですけども、まだトリップワイヤーフックの機構を作ってないので、今簡単に入れ替わってしまいます。はい、で今度はねトリップワイヤーフックっていうことで、機構を作っておきたいと思います。最初に置いていただいた、粘着ピストンの上に1個置いてください。でそしたらそれを基準に 2×2 の、2×2 のブロックを置いていただいて、左上のブロックの横にトーチ、いいですか。でその上に、パウダーを置いてあげてください。そうするとですね、今度またここがここにパワーがつながってですねここ入れ替わると思います。はい、ここまで大丈夫ですかね。大丈夫ですか確認しながらやらないとね。はい、で、最後置いていたパウダーの横に、階段を設置してください。これ階段じゃないとうまくいかないので気をつけてください。材質は何でも結構です。今回はジャングルのね、ものを使っております。で置いていただいた階段から階段の横に 1,2,3 個置いていただいて、真ん中2つ削っちゃいます。で、こちらの出っ張ったところにもう1個階段設置していただいて、こんな感じですね。で、出っ張った黄色いブロックの上にもう1個ブロックを置いて、下のブロック削っちゃって結構です。でそしたらですね、トリップワイヤーフックを設置していきますので、紐と、トリップワイヤーを用意してください。フックをですね階段の上のブロックにそれぞれ設置していただいて、ここに紐を設置して、これで機能としてはもうほとんど終わりです。はい、ボタンを押していただくと、はい、今はねもうオープンになってましたんで、で村人がこっち側から流されてきてこの穴に落ちます。落ちた同時にトリップファイヤーフックに触れますのでね、上の機能がリセットされて上は水路がまた復活します。ボタンを押すと、村人がここに落ちるようにフェンスゲートが作動して、上のね水を遮断して穴が出現します。で村人がまたここに落ちると、で機能がリセットされて上はまた水路が復活するというループになっております。ってことでですね、もうこれでほとんど終わってしまったんですけれども、今の状態だと村人が逃げ出してしまうので、壁を簡単に作っておきましょう。こんな感じですね。よいしょ、この薄い蛍光色のところに、村人が、いつもいる状態になります。よいしょ、でこうやって青いブロックで今壁を作っております。今の状態だとねもうフラフラ村人が逃げ出してしまうので、そこの部分をハーフブロックで埋めておいてください。で上は、こんな感じで塞いでおいて、
そうするとここにね村人がいつもいてボタンを押すともうあんたチェンジということでね新しい人に入れ替える機構が完成しました。なるべく分かりやすく説明したつもりですけども、もし分からないことがあったら、コメント欄にてお知らせください。ということで、今回は簡単にご説明させていただきました。これでも10分なるべく頑張ったつもりですけど動画が長くなっちゃってすいません。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。